皆さんこんにちは、神戸市民の淡井圭介です。本日2023年、6月の20日、まあ先ほど、まあ、サッカーの親善試合が終わってこんな顔になってますけども、まあまあ、1日寝たらね、あの顔なんか治ります。でちょっと最近のことなんですけども、まあ、テレビのニュースを見ていて、国会議員の方たちが、まあ、国会で負けと、おっしゃっていたり、NHK のニュースウォッチ9や他の報道番組でも、いろんな議員さんが負けと、まあ、おっしゃってたんですけども、まあ、その時の僕の心当たりで行くと、まあ、中小企業のところの株、を売却する 46% ほどの、国が保有している株を全て売却するという内容ですね。でテレビに向かって、ね、その財務大臣の方が出てらっしゃる時についつい僕テレビに向かってこっちを笑ってしまってますと、これ何を思い出したかっていうと、まあ、誤解がないように、そんな大臣と僕も喧嘩なんかしたくないので、しっかりとお伝えして誤解を解いとかないとダメだなと思って、まあ、言うんですけども、昨年の1ドル150円まで円安になった時があったじゃないですか。その時の、過度な円安は認められないっていうことを力説されてたんですけども、いや、もう株価が上がりすぎてるから、国債発行してるから、自分たちでしておいて。いや、最近僕はホームページ淡井圭介の履歴の、20番台のところとかに、まあ、スティーガル法やリーマンショックやボルカールールというその一連の流れ、まあ、もともとは世界恐慌、まあ、大恐慌から、まあ、どういうふうなことが昔あったかと。あと、それと、まあ、銀行の、一部の銀行の、まあ、基本的に大手メガバンク3社と、あと、まあ、他の大手銀行さんなどを、まあ、いろいろと、20番台のところに、まあ、あと証券会社と、まあ、欄を3つぐらいに分けて、まあ、記載したんですけども、もともと住宅ローンとか返済できなくて、アメリカでああいうような大恐慌が最初に1900年の初頭の方にあって、で、こうなってるんだから、それ全部頭の中で繋がったら、やっぱりニュース見ていて笑っちゃうんですよ。自分たちでしておいて。そんな、いや、これがね、だから、海外の人たちから見たら、その、まあ、日本の、まあ、輸出業の方が、円安になればなるほど、それ、売れる数字上、それは売り上げ上がるのは上がりますよ。上がりますけども、その反面のところがあるでしょ。株価が変に上がりすぎだと。ね、世界恐慌の、その後に、まあ、まあ、スティーガル法ができて、世界中は、まあ、ある程度、まあ、その後、第二のスティーガル法とかができて、銀行法みたいなものですよ。まあ、銀行が、保有する株の量を、まあ、預けてる、まあ、現金だし、でしたっけ？金融資産だったのか、ちょっとその辺のところ、僕も今ちょっと、はっきりと覚えてないんですけども、それはそれで、なんか現金にしとかないとおかしいんじゃないかなって思うんですよ、本当に。株価が急に下がるときは下がるから、私から言わせると。で、まあ、ただしそれがね、いろんな株とかが、まあ、倒産とか、会社が倒産とかして、株が紙切れになってしまったときに、それ、銀行が担保してた場合、銀行に月が回ってきて、銀行が保有する形になるじゃないですか。だからその上限の話も、もともと無理があるっちゃ無理があるっていう話にもなってくるんですけども、まあだから、独立した証券会社とかを作ってっていう話、どうしてもなっちゃうんだと思うんですけども、その辺の歴史のところをね、もともと銀行なんてものは合併を繰り返していて、もう最初の無人銀行っていう東京のああいう名前の付け方からしたら、もう僕からしたらそれを思い出したらもう笑ってしまいそうになって、もうスポーツの試合とかでもう笑い始めてしまったらもう勝てる試合も勝てなくなる時ありますから、本当に。その辺のところは自分でスポーツの勝ち負けを取り込んでる
その試合とかに関しては笑わないように、大変気をつけてるんですけども、やっぱりお金が動いてる方もありますんでね、まあその辺のところでせめて国内のリーグぐらいは平等にと、優勝回数などかと、まあそういうふうなところで物事を考えています。だから野球界とサッカー界とかつなげられても困るし、それされたらね、じゃあバスケットボールとバレーボールとラグビー一応プロ化してるけども、みんなつながったらどうすんのと、女子リーグまでプロでできてしまったけどもどうすんのと、そういう話になるじゃないですか。だから数字的に無理があるんですよ。だからその辺のところもコンピューターが日本国内ぐらいは富岳とか担当して物事を支えしてくれたらいいのになと思うんですけども、神がかり的な力で国会議員の方たちもその辺協力していただきたいなという部分があるんですけども、まあ、話がだいぶ逸れてしまいましたけども、それはね、頭の中でその円安の話と国債すっての、円安にしておいて、その株がどんどん上がって、そこで負けって言われても、笑い始めたらもう僕も止まらなくなるんですよ。普段そのスポーツの勝ち負けずっと我慢してるでしょ。泣いた終わるまで僕大抵我慢してるし、まあその辺の部分は いろいろと、昼間そのちょっと笑いかけたりするときは事実あります、あるけども、それでもその試合を勝ちに行くっていう、そういうその組み立て方っていう部分がね、まあスポーツの勝ち負けではいろいろあって、こんなに年から年中スポーツの勝ち負けに関わって組み立ててきた人間に、そんじょそこらの人間が追いつけるかって言ったら無理です。絶対無理だと思います。いろんな仕組みがあるんで、それはもう台風消滅できるぐらいまでにならなかったらね、いろんな法律とか身につけて、世の中のお金の流れまでたどり着かなかったら、それはなかなかスポーツの勝ち負けの勝敗にはね、たどり着かない仕組みにはなっています。まあ話が少しそれましたけども、まあそういうわけで、まあもちろん国会議員の方たちは、まあ、大真面目に負けっておっしゃっていただいてくれていて、まあいろいろ心当たりがありすぎて、まあ、多分それじゃないかなぐらいしか僕もわかんないんですよ。こんなにいろんな話いっぱい手つけてたら。だから、まあ、多分、まあ、その 46% の株を全て売却するっていう内容は、その日のニュースとかで、まあ、放送されていたので、そのことじゃないかなと思うんですけども、本当に。まあ、どう考えても今の株の価格だったら売るべきですよ。で、買った人が見る目がなかったっていうことでいいと思いますよ。今は多分様子見です、絶対に。株価どう考えても上がりすぎですよ。バブル崩壊する前の、ちょっと前の株価で、日経平均株価が1万2000円くらいですよ。本当に。それ考えたら、給与算定用の話がまず大前提としてあって、で物事が動いてるんだから、だから東京のね、住宅価格が上がってるのも、いろんな話を混ぜ込んでテレビで放送するから、本当にお金持っている人たちまでね、勘違いしてこういうものなんじゃないかなで物事を動かしているので、住宅価格なんか変えれない、本当のことを言うと、給与の算定表というものがあって、むしろ逆なんですから。人材派遣業法とかが昭和63年にできて、まあ、1980年代ですよ。それがだんだん徐々に世間に浸透していって、賃金叩きがさらに広がってバブルが崩壊したでしょ、1980年代に。で、日本中で賃金叩きが始まって、もともと銀行だってよく見たら合併を繰り返していたと、証券会社も同じですよと。そういうような歴史があるんだから、いや変に、富が偏ってた部分があって、それを今回の僕の裁判でね、そのスポーツ業界の、その特にひどいのは野球界とサッカー界ですよ。そういうふうなところを、まず日本が先駆けて年俸の上限価格とかを設定して、で世界各国はそれに合わせていくと、まあそういうふうな形で日本のその経済が、富の分配が正常化して、少子化からの脱却につながっていく。まあ僕から言わせたら、少子化の欄は十何番あたりに書いてるんですけども、だったと思うんです。もしかしたら、まあそれぐらいだったと思いますけど、もっと若い番号かもしれないですね。
ちょっとね、僕もあの自分のホームページであの細かい番号までコマまで付け始めて、いろんなこと記載してるんで、まあ、真の少子化対策っていうところがあるんですけども、そこに挙げてる5つの項目、それを全て達成したら少子化からの脱却はできると思います。ただしこれはうまくいって横ばいです。で、その法改正の部分まで触れて出てきてるので、法改正してからそれが浸透するまで10年はかかると思います。だから当分の間は少子化は絶対進むと思います。で、エロ業界も絶対潰さなきゃならないし、で、その辺のところでね、しっかりとした判例を、まあ、僕の方から進める裁判で、まあ、作りたいので、ご協力していただけるその国会議員の方たちいらっしゃったら、まあ、僕も、まあ、ちょっとね、たくさん書類作りすぎて、まあ、今訴えてる相手が、とにかく僕はまず精神病院に入れられていたケースが今まで9回あったでしょう。で、その辺のところが、まあ、僕からしたらまず抑えなきゃならない形で、精神病院に入れられたら裁判できなくなっちゃうから、なんかまあ警察の方と、まあ、精神病院相手に先に、まあ、訴訟、あと、まあ、テレビ局ですかね、まあ、その辺のところから進めて、まあ、他の、まあ、スポーツ関係のところとかも入っていきたいなとは思ってるんですけども、まあ、できれば参加人とかで参加していただける方、法律の強い方、もう日本中のオンブズマンの方ですよ。もう僕のその扱う裁判って結構その世界的に影響を与えるものですから、協力していただけたらなと思うんですけど、まあ、こういう内容ね、その株価の件に関しても変に上がりすぎているっていうのはどう考えてももうバブルの弾ける前の状況と全く同じなんで、だからその住宅のね、ローン、価格も上がってきてるでしょ。だから東京の方なんか3割上がってるし、上がってるところは、そんなことしたって給与の算定表があるから、そんなもうみんな家買えなくなる。最悪、その住宅ローンが、返せなくなるっていうケース。もう賃金の叩き合いがずっと行われているでしょう。だから、一回ね、商品の価格が下がってしまうと、値段変えることできないんですよ。今度もうスーパーマーケットの近くでスーパーマーケットまで作って、近くにコンビニまで作って、価格競争が起きてるでしょう。ラリってるラリってるっていうことは、もともとラリー、意味は競争という意味で、過度な競争が招いた原因なんですよね。で、なかなかそこから脱出する術がないんですよ。だから法律の法改正とかまで話を進めなかったら、だから、価格転嫁はなかなかできないっていう、その状況をどのように脱却するかっていうところと、まあ、それには、例えばスポーツ業界に過度に傾いてるその年俸とかを調整して、まあ、一般の人たちにしっかりと富の分配がされるエロ業界に流れたお金を徹底的に潰す、真面目に生きてきた人間が、しっかりとした給与を得れるっていう社会にしなきゃならない。まあ、これが、中間所得者層を増やす、まあ、一番良い方法ですので、皆さん、ご協力のほどよろしくお願いします。もういろんなことは結びついた。もう僕もテレビのニュース見ていたら、もう笑ってしまうんで、まあ、その次の日の国会中継とかで、まあ、財務大臣の方が、まあ、それだったらいいわって、まあ、何が聞こえてきてるのかもう分かんないんですけども、僕の方も多分コンピューターオートで、まあ、国会議員の方たちとかって、他のテレビ出演者もスポーツ関係者とかもみんなテレビ出てる人もみんなそうですよ。コンピューターが過度に発展しすぎて間の人間の話が飛んでいってるっていうことになってるから、この AI 社会もだから、まあ、できるだけ僕も自分で、まあ、声明発表をして、まあ、状況をお伝えしなきゃならないなと。まあ、本当に人間がコントロールできてるかっていうと、このコンピューター社会がコントロールできない。まあ、今コンピューターが謝ってきてくれてるんですけどね、子供の声でごめんって。まあ、まあ、そういうふうなところはいいと思うんですけども、誤解がないようなところで、まあ、難しいのは難しいですよ。人間にしてもコンピューターにしても、これだけいろんな法律が乱立していて、いろんな判例があって、じゃあ人権どうなってるのっていうところまで考えたら、やっぱりいろんな法律削除しないと無理ですね。LGBT、まあ、海外では Q がついてますけども、ああ、言ったところまでそんなに力入れてる暇があったら、勇気持って皆さんでいらない法律、人材派遣業法とか日給歩合的だか、そんなところ
仕事させられたら最悪最低賃金法を下回るような形で働かされますから、その交通費とかいろんなこと含めてですよ、その出勤時間前の1時間前にどこそこで待ち合わせとか、もうホームページに記載している通りですけども、 3.11 かな、政府へのご提案のところの 3.11 の1とか2とか今コンマつけて、まあ、だんだんあの掲載している量が増えていったら重くなってきますんで、まあ、ああいうふうに番号振り分けていってるんですけども、それが実態ですからね、この社会の。そりゃ若い人結婚できないですよ、そんなところがいっぱい増えたら。だから音楽業界とかに僕から言いたいのは、海外とかまで販売も広げてお金得たんだから、末端の設営スタッフの人たちにしっかりとした賃金とか支払ってあげないとっていうことなんですよね。だから僕は提案してるのは、ちゃんと音楽業界で設営のところまで会社一つにまとめないとっていうことなんですよ。で、各都道府県とかに、まあ、本店を置くのか、支社を置くのか、まあ、そういうふうな形にして、東京の方へ流れてたお金、まあ、もしくは大阪の、まあ、特に大阪市っていうことになるんですけども、それによって土地の値段が上がって、高いビル建てたりするでしょ。で、大きな地震が発生して、エレベーター、東日本大震災で止まったでしょ。関東なんかは地下でガスをずっと長年採掘してるんだから、それはあの距離で東日本大震災、あんなに離れたところで海の底でああいう風な大きな地震が発生した時にその余波が来て揺れるものだから、だから中で空洞化していたところが一斉崩落が起きて東京でも結構揺れたと。だからこういう風な順序になるんだから、だから高い建物建てたらダメですよって言ってるのに、最近京都府の方かな、京都市か京都府かどちらかの方で建物の高さ制限を撤廃するような意見とか言ってるでしょ。僕から言わせたら、議員さんの人たちしっかりと勉強してますかっていう話になるんですよ。いや本当に、だから僕から何回も SD カード送ったりしてホームページにも掲載してるのに、なぜそんなに簡単なことが終えられないんですかって。それが経済の悪循環であって、少子化へ進む道であって、な、都市部ばっかりが発展したら絶対ダメなんです。逆にしないとならないのに、なぜそれを分かった上で仕事ができないんですかっていう形に。だからもう、まあ、僕もここの家にいて外から絡んでくる連中が未だにいますから、だからもうホームページに書く内容でも、そう、例えば神戸市の市議会か県議会の人たち、誰がその認めたのか、法務局のすぐ横に、その、芝生の、まあ、特に公園というわけでもないんですけども、まあ、芝生のところがあるんですよ。で、そこを、ゴーカートみたいなものに乗ってガソリン使いながら、草刈りしてるんですよ。誰がこんな仕事回したのと。神戸市議会の人間か、その、まあ、市の公務員の人が勝手に許可を出してる。まあ、正直言うと議会の人もそこまで手回らないから、そんな細かい仕事まで。誰かはまあ公務員の人が勝手に許可を出したんだと思うんですけども、あ、もう、あとはもう、神戸駅の近くに地下何十メートルも穴を掘って自転車置き場を作るとか、もうわけのわからんことばっかり。これ本当に議員さんたちが、仕事中に給料もらいながら言ってたんですかみたいな形で、ね、僕もホームページ書いちゃうんで、エネルギーの残存の問題から言ったらね、あと、自転車なんか昔から交通事故いっぱい起きてるんです。僕もしてしまった方なんです。中学生の頃、自転車乗っていて、下り坂を走っていて、で、まあ、地下からね、階段登ってきて、まあ、歩道にね、まっすぐに出てこれるような形になっているんですけども、そこ人が上がってくるところが見えないんですよ、壁があるから。で、まあ自転車で走ってる歩道は横幅2メートルか3メートル、3メートルはないですね、それぐらいの幅しかないんですよ。で、右側に人がいたら左側に自転車乗ってるから左側走ろうとするじゃないですか。で、左側のところからその地下から上がってくるその出口があるんですよ。だから急にご老人の方が、まあ、僕からしたら飛び出してこられたような形になって、かわすことができなくて、中学生の頃ぶつかってしまって骨折させてしまってるんですよ、相手を。で、
まあオートバイでも僕大きな事故とかを経験してるから、まあもともとオートバイは乗るべきじゃない、そもそもあの販売なんか郵便局と警察官とあと新聞配達の人にだけメーカーが作って売ったらいいっていう考え方で、僕からしたらエネルギーの残存量問題とかから言うと、うん、本当にそうするべきだと思いますし、だからそういうふうないろんな知識が下手に身についてる、下手じゃないですね、あのしっかりと身についてるから、だからそんな計画とかね、もうそんなことで議会が動いてたらってそのお給料とかも見てますから、市長の給料とかほとんど大臣の方と変わらないじゃないですか。それなのにこんなくだらない話で仕事してたふりなんかしてたらって、もうそれまで訴えたろうかなって本気で僕も思っちゃいますから、本当に。まあ本当にエネルギーの残存量問題、あの全員が覚えてもらわなきゃならないし、銀杏さんなんか特にそうですし、東証一部上場の企業と二部上場の正社員の方とか公務員の人たち、国家公務員の人たち含めて全員覚えなきゃなんないし、そういう人たちが社会回してるんですから、だからそれそこにあの物事、人類が生き延びるにはっていうところで、まあ皆さん協力していただかなければということです。まあ話がだいぶ長くなりましたが、笑ってしまった件に関しては申し訳ございません。あとホームページにたまに荒い書き方になってしまうんですけども、外から絡まれてくるから、僕も言葉遣い抑え聞かなくなるときあるんですよ、本当に。だからまあ、議論をする番組がいつの間にか討論になってしまってるような、まあ、ああいうふうな口調の文章にどうしてもなってしまうんですけども、まあ、皆さんご容赦のほどよろしくお願いいたします。もうこれ以上僕をいじめないでくださいっていう、その僕は訴える中でね、そのもともと去年僕が皇居に行こうとしてたでしょう。で何もかもをまとも側の法律を使う人たちにバレてしまったら困る人たちが本当はたくさんいる。例えばジャニー北川さんなんかはそうですよね、もう亡くなりましたけど、まあああいうふうなことしていた人に年上だろうとさんをつけるのは本当は僕の本意ではないんですけども、もうずいぶん前から何年も前から SD カードを送ってそんなように言ってましたからね。本当はジャニー北川が生きてる間にこれ決着つけなきゃならない問題なんだと。でそれをジャニーズ事務所に所属していた人とかは言い出しにくいのどうなのっていうようなところで、僕から言わせたら、その結局自社ビル建てたのがそもそも失敗で、次から次へとあのグループをデビューさせて、そのビル建てたお金と固定資産税の方にどんどんお金をつぎ込んでいかなきゃなんない、次々と成功させなきゃなんない、でその話にテレビ局の癒着があるから各音楽番組でね、ジャニーズばかりテレビに出していって日本の音楽業界は廃れていってしまったと。それは僕らのマーケティングで国会議員の人たちとか経団連の人たちとかテレビ局の人たちとか動いて海外へのマーケティングが広がったのであって、でその話をつけてきたのは我々なんだから、それをジャニーズとかがぐらいのレベルでそれを誤解してもらったら困る。音楽業界のマーケットを世界に広げてきたのは僕たちなんですから。でそれはアニメ業界とか、ゲーム業界とか、もともとそういうふうな漫画業界とかと、まあ、僕のつながりとかもあって、それも国会議員の人たちとかもそうだし、海外の政府の人たちとかのつながりとかもあってうまくできてることなんだから、別にそのジャニーズに所属してる人たちを片っ端からけなしてるんじゃなくて、無理なんですよね、グループの数が多すぎて曲の生産が間に合うわけないんですよ。クオリティが絶対下がっちゃうから、それしてしまうとそのこれだっていう、例えば日本のアニメとかにあのタイアップつけさせあげれるかって言ったら、僕ははっきりと言います、無理です。そんな曲のクオリティに、もともと僕は本当はバンドマンとかが作るような一級品の、もちろんバンドマンの作る曲も全部は全部